はい、今回はこちらの紹介をしたいと思います。テレビで紹介されてからすごく人気でなかなか在庫がなくって見つけられませんでした。セリアで買ってきました。はい、冷蔵庫棚吊り収納ラックです。 300g までの重さに耐えれると書いてあります。ソーセージ調味料の収納に 1.1 センチ以内の棚厚に付けれます。ちょっと嬉しくなって2つも買ってきました。このようになっていて冷蔵庫の棚に差し込むだけで引き出し棚になるというとっても便利なものです。早速冷蔵庫につけてみたいと思います。はい、今回こちらをセットするのに冷蔵庫の中身を全部出しました。ごちゃごちゃしてて恥ずかしかったので、はい、では早速つけてみたいと思います。はい、簡単。ストッパーにはならないんですけど、このように引き出しになります。せっかく2個買ってきたので隣に、じゃん、おぴったり。我が家の冷蔵庫は小さいのでなんですけど、大きい冷蔵庫を使っているご家庭ではすごく重宝すると思います。ちなみに私チーズが好きなのでこちらを入れてみたいと思います。お、なかなか、こんな感じでチーズを入れてみました。おお、そしてスライスチーズも。ということは使いかけのカレールーなども入れて収納できます。なんだなんだ、すごくいいですねこれ。はい、カレー粉、おお、下のスペースにはちゃんとお椀も入ります。はい、そして実家からもらってきた梅シロップ、このように収まります。はい、では戻していきます。なぜかゼリーがたくさん、そしてこのように残り物を入れたタッパもすっぱり収まります。おお、すごい、すっきり。お、こんな感じです。人気で在庫がない理由がすごくわかりました。買って正解だったので皆さんにおすすめです。今日はセリアでやっと見つけた冷蔵庫棚の収納ラックを紹介しました。過去の動画でも100均の便利グッズをたくさん紹介しています。そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。これすっごい